ここに止めて休んでけよ。もうルーカスごめんな、無視するわ。どうも皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました、ニードフォースピードヒートの時間でございます。はい、そしてニードフォースピードヒートの時間なんですけども、前回ですね、こちらスーパー GT の GT300 仕様にできるのかということで、結局まあできなかったんですけど、まあそれなりにかっこいい、まあBRZ ができたんじゃないかなと思って私は満足しております。そして私今日はですね、また車を買います。週に1回の車を買ってカスタムするパートやってきましたよ。はい、ということで、そしてですね、情報をいただきましたけども、なんとプロジェクトカーズ3が登場するということで、夏ですね。夏といえば7月なのか8月なのか楽しみなんですけども、はい、ということで早速ですね、今からディーラーの方に向かいたいと思います。楽しみですね、プロジェクトカーズ3。しかも前回のプロジェクトカーズ2と違って、なんかいろいろといろんな要素があるらしいですよ、楽しい要素が。はい、まだ詳しく分かってないですけど、ニードフォースピードヒートみたいになるとかいう噂もありますけどね。はい、では楽しんでやっていきましょう。ディーラーまでレッツゴー。おいおい、なんか二人でドライブしとるんかと思ったね。ちょっとビクトリア、ついになんか、サクシューマッハを裏切ったんか思ったわ。びっくりしたわ。今、どういう感じになってんのこれ。ちょっと、めちゃくちゃ怖い。これ、すげえな。さあ、やってまいりました。ディーラーですね。今日はですね、車また買ってカスタムするんですけども、実は私、このニードフォースピードヒートで、今後買っていく車はすべて箇条書き、メモしております。なので、順番に買っていくか、ランダムに買っていくかわかりませんが、まあ、今後もね、定期的に買っていこうかなと思います。しかしながらアップデートが全くないんでね、もうザ・クルー2の方が面白くなってきましたよね。はい。で、今日買う車なんですけども、このランエボ買おうかなと思います。三菱ランエボ。そう、エボ10ですね、2008年。ちょうど2015年ぐらいまで販売されて、最後にファイナルエディションが出て、まあ完了したっていうね、まあそういう伝説があるんですけども。まあ主にラリーで結構有名なんですけども、このエボ10っていうのはまあ本当にね、いろんなゲームに出てきましたね、これね。うん。ということで今日このエボ10を買ってですね、まあいろいろカスタムしていきたいんですが、まあ完全なラリー仕様にしてもいいかなと思うんですけども、まあやってみたいことといえば、これ、ファイナルエディションにできるんじゃねって思うんですけど、できるのかな？ということで今日これやってみたいと思います。はい。ファイナルエディションにしたいと思います。この三菱、この左下のね、三菱の下にファイナルエディションとかね、いろんなロゴが入ってるんですけども、まあそこまでの完成度は、このニードフォースピードヒートには求めてはいけませんが、カスタムできるかどうかやってみたいと思います。で、私もね、うろ覚えですけども、ファイナルエディションを作れるように、しっかりとね、バンパーとか見ていこうかなと思います。それでは、買いましょう。買いますよ。ビクトリア、買います。はい、エボ10ゲット。おお、かっこいいホイール。ホイールかよ。車かっこいいって言ってくれよ。ホイールかっこいいとかいい加減なこと言うなよ、ルーカス。はい、やってまいりましたね。まあ、ルーカスを放っておいて、しっかりと車確認しましょう。まあ、綺麗な赤色ですね。もともとブレーキキャリパーはブレンボ製がついておりますと。これ確かファイナルエディションってホイール BBS だったよね。確かそのはずなんですけど、後ろこんな感じですね。リアはこんな感じ。ディフューザーとね、ホイールと、まあ、後ろこんな流れですよと。綺麗な赤ですね。これ色変えようかな、今日。思い切って色変えて、左ハンドル、残念だな。仕方がないよね。はい。まあ、そんな感じで今日はですね、色も変えてみたいけど、ファイナルエディション5色展開だったと思うんですが、まあ、もちろんこの色もありますし、私の好きな白もありますし、その辺は今日ね、見ていきたいと思います。多分ね、足回りはいじりませんよ。これ、ブレーキキャリパーもともとブレンボ製ついてますから、これはこれで。ただ、ファイナルエディションを作るとなると、確かここ BBS だったと思いますんでね。BBS で確か黒、黒系だったと思います。はい。なので今日、それを見ていきたいと思います。それではね、早速カスタマイズしていく前に、まあ、ボディ、こうやって見ていきましょう。綺麗ですね。やっぱりこれ赤色がほんと綺麗ですね。三菱カラーと言いますか、なんと言いますか、これ非常に美しい色になってますね、これね。はい。かっこいいですね、こう見ると。ではですね、ボンネットからしっかり見ていきたいんですが、まずその前にウィンドウですね。ウィンドウはいつも色を入れています。色はね、いつも57番にしておりますね。はい。で、このボンネットなんですが、ここ普通に変わりないですね。ここは特に、これが普通にエボ10の、エボ10じゃない、ごめんなさい、ファイナルエディションと一緒みたいな感じがするんですが、やろうと思えばすごいかっこいいのも作れるね。まあ、一通り見て、もし、ファイナルエディションが作れそうになかったら、もう、普通に自分好みのカスタムをしようかなと思います。はい。で、ここなんですが、まあ、これもともとファイナルエディションになってるような気がするけど、これ、ちょっと違うか。ちょっと違いますかね。うん。まあ、これは全然違いますね。純正ノーマルのファイナルエディションでは全くないということで。
普通にこれバリスめちゃくちゃかっこいいやん。俺これにしたいな。これ本当に、まあまあ一旦普通に見ていこうか。で、ヘッドライトはこれはまあ一緒ですね。一緒ということで、フロントフェンダーも特に変わりないですね。はい。で、あとリアフェンダーも多分一緒ということで、サイドスカート、ここも特にね、いじるところは多分ないと思います。ほぼほぼね、この型をベースにして作ってますので、ファイナルエディションは。で、シートがレカロ製になってたりとか、あとフロントグリルか。フロントグリルモールが、確かね、ダーククロームメッキっていうやつに変わってたと思うんですよ。で、これはダーククロームメッキがないんですよね、これね。はい、クロームメッキがないので、これやはりあれですね、ファイナルエディションは作れませんね。もう動画始まって速攻終わったわ。もういきなり作れんってこと分かりましたね、これね。まあ、GT300 と一緒ですけども。はい、この辺はまあいいとしまして、リアのバンパー、この辺も特に変わってはない気がするんですが、マフラーの位置とかも全部一緒ですからね、これね。特に変わってませんね。うん、リアバンパーも、やろうと思えばこういう風にできますよということで、はい、皆さん、あれですね、もう作れませんね、ファイナルエディション。ファイナルエディションも作れません。うん、惜しかったですね。でも結構惜しいですね。はい、まあまあまあ、でもいいんじゃないでしょうかね。はい、まあそんなもんですよ。うん。はい、ではですね、今から作っていきましょう。私好みのやつを作りたいと思います。それではね、まずはエアサスですね。スタンスですね、ごめんなさい。エフェクトで、これエアサスはまあ後で入れてもいいんだけど、まあとりあえず買っておこうかなと思います。で、とりあえずカスタムパーツは今からどん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 加えていきますよ。もう自分好みのカスタムしていきます。はい。こんなエボテンあったらいいなというのを作っていきたいと思います。てかもうね、このバーリスにしようかなと思ってんすよ、これ。めちゃくちゃかっこいいやん。普通に。ただこのボンネットはまあここまで仰々しくなくてもいいかなと個人的に思うんですが、ちょっとこれにしましょう。一旦これを買ってですね。そして次にフロントバンパーですよね。フロントバンパーはやっぱりこれめちゃくちゃかっこいいですね。これもいいですよね。これかっこいいな、やっぱりね。これかっこいいですね。これも捨てがたいなぁ。これ。いいなぁ。かっこいいね。よし、ちょっと一旦こっちで揃えてみましょうか。まあ、とりあえずお金はあるので、もしあれだったら買い替えればいいからね。スプリッター。あ、すごいかっこいいな、これ。ただどうだろうね。これよりは、やっぱりこっちの方がかっこいいような気がするんだけど、でもここまでね、もう道路に突っかえそうな感じしますからね、この辺は。これ普通にかっこいいですけど、これは。はい。どうしましょう、スプリッター。うん。どうしようかな。まあ、ちょっとごつい感じにしてもいい。これはもう、ザ・カーボンみたいなやつしなくてもいいと思うんですけどね。はい。まあ、ここ一旦パスしましょう。で、ここも多分ね、つけなくてもいいです。これはつけません。今回はつけないですね。ヘッドライト。まあ、これは、後々いじっていった方がいいんじゃないでしょうかね。フェンダーですね。フェンダーはやはり統一した方がいいと思うんですが、ちょっとこれ、ごつくなりすぎるかな、結構。まあ、個人的にはね、このエアインテークがある方がすごい好きなんですが、意外とこれ結構好きですけどね。意外とね。ただちょっと、ちょっと待ってね。まあ、一旦パス。一旦パス。そしてここですね。ここはどうでしょうか。うわー、すごいいかついですね、これ。かっこいいな、これ。これはかっこいいですね。どうせならやっぱりこのアクセントカラーで黒を入れたいんですよ。どうせならね。やっぱこれちょっと買ってみるか。これを買ってみると後でフェンダーとかいじってもいいかもしれないですね。これでフェンダーいじると綺麗になるんじゃない？あ、すごい！加わるんだ。あー、なるほどね。あ、でもそれはそれで結構かっこいいけど、すごい形になるな、でも。まあまあ、ちょっと一旦、次ミラーです、ミラー。はい、ごめんなさい、ミラー行きます、ミラー。はい、サイドミラーですが、ここは、おっと、フェンダーミラーはしませんよ。これはもう変えなくてもいいような気がしますね。これは全然変えなくていいですね。はい、ミラーは変えません。では次、リアに行きます。リアフェンダーなんですけども、ここもどうでしょうかね。まあそうですね。やっぱり統一の方がいいかもしれんね。ここ今、フロントフェンダー今何についてるの？これスピードハンター違うわ。普通にノーマルなのか。ノーマルだったらちょっとあれですもんね。ノーマルだったら少しおかしいので、ここはやはり、
フルチューンした方がいいですよね、これね。うん、ちょっと一旦フルチューンしましょう。後で変えれるところは変えていこうかなと思います。少しちょっとドアのね、部分があれなんですけど、で、ここも多分ね、つけません。これもつけません。はい。そしてテールライトもいじりませんと。うん。で、リアですね。リアのバンパーにちょっとなかなかいかないんですね。ごめんなさい。一旦、スポイラーは後からいこうか。リアバンパーいきます。リアバンパーもそりゃこうなるよね。そりゃ。こうなるわな。これでもすごいかっこいいですけどね。いかにもザ・エボテンみたいな感じなんですけど、これだったらエキゾーストもセットになりますよということですが、意外とこの、こっちの方ね。これで統一したらすごい怖い感じになりますね。ナンバープレート。ナンバープレートは変えていきましょう。はい、ナンバープレートを変えてまいりました。ではですね、あとはディフューザーですね。ディフューザーの方はもういじらなくて、おすげえ、これ今オールカーボンになった、これ。あれ、なんか変わるね。なんか変わったよ、これ。オールカーボンになっちゃうね。あー、そうか。まあでもここもやはり統一した方がいいんじゃないの、これ。すごい綺麗ですよ。うん。うわ、すっげえ。これめちゃくちゃかっこいいな。これすごいね。こんなエボテン見たことないよ、ほんと。魔獣みたいになってるやん、これ。ほんと。あ、でもこれやっぱり統一した方がかっこいいよね、これね。ルーカス、どこに荷物置いてんの？まあでも、あえて、この、統一しなくても、この一番すごい素敵なんですよね。なんか綺麗に全部カーボンになっちゃうけど。あ、すごい綺麗ですね。まあでもまあ、一旦統一しましょうか。ちょっと無難に統一させましょう。一旦全部統一させてみて、後で考えていくことにします。はい。で、これはもう、ウィングはもういじらなくてもいいと思います。これはね、ノーマルのままいきますよ。これは。いじりません。完全にね。はい。かっこいいですけどね、いじったらね。いじったらいじったでかっこいいですけど、これは特にいじる必要ないと、私は思いました。はい。まあ、買うならこれかな。結構これかっこいいと思うんですよ、これ。意外とね。意外とって言ったらあれだけど、でももともとこれ、ほら、ボディラインがさ、こういうボディラインだからさ、エボテンって。だからあまりウィングは、つけなくてもいいんじゃないかなと思ったりはします。うん。同じ統一させても、これあんまり合わないんですよね、個人的にはね。これがいいかな、買うとすれば。あとはまあ、いいかなと思うんで、一旦これで、行こうかなと思います。はい、一旦これで行きます。うん。テールライトは、もう特に変える必要はないと思うので、あー、これかっこいいね。ちょっと変えちゃうか。これ、変えてしまうか、一旦。うん、いい感じになったね。かっこよくなった、だいぶ。はい。どうですか、どうですか。あーし、いいね。閉まってきたね。これ、いい感じ。やっぱ統一するとやっぱ違うな。これ、いい感じになったね。ただ、サイドのラインが少しちょっと違和感があるな。そこをどうやって修正するかですよね。これ、スプリッター一旦つけてみましょう。こうすることによって、で今度サイドがどうですか。これドアがもうちょっとね張り出してほしいなと思うんだけど、まあそこはそこで仕方がないかな。はい、じゃあ一旦これでホイールに行きましょう。一旦これでホイールに行きます。で、BBS のホイールに変えますよ、これ、リム、キャリパー、ブレーキキャリパーはこのままでいいと思いますんでね、ちょっと待ってください。ブレーキキャリパーはブレンボでいいやつついてますもんね。そうですね。はい。ですので、これでいきます。で、キャリパーとブレーキディスク、ここは変えましょう。ブレーキディスクはね、一番好きなものに変えたいと思います。で、ホイールです。最後、ホイールリムを BBS のホイールに変えたいと思いますが、いいのあるかな？どういう、これかっこいいなと思うんですけどね。どれがいいかね？どれが。普通に、これだよね。普通に、エボテンこれだったはずなんですけど、あと、ま、かっこいいなと思うやつ、はめるか、ああ、もう BBS じゃないね。これですね。はい、これにしましょう。これに変えます。確かこれだったはずなので、これに変えます。はい。これにして、多分フロント、おーっと、タイヤが。そしてよ、これ、メインカラーの前に、これインチ数よ。これインチ何インチだっけ？あれ。エボテンの、ファイナルエディション、あれ何インチだったかな？忘れたね。忘れたけど絶対これだよね。これではないと思うんですよ。まあでも一番細くてもいいか、今回。多分これではないはず。よし、ちょっと上げましょうか。リムサイズ上げてみましょう。せっかくだったらね。うん。もしあれだったら、変だったら修正すればいいよ。これリアも変わったね。あ、リア変わってないね。リアホイールと一緒？サイズは。あ、やっぱちょっとホイールインチアップしてますね。うん。なので、リム、もう一回変えましょう。ここは、
リムを変更します。これで同じ BBS をまあ履かせますと。これですね、これを履かせます。でインチ数を上げます。これインチ数キープできたらいいのにな。はい、サイズ上げますね。多分これだと思うんですけどね、ちょっと違和感があるんですよ。これはちょっとこっちだな。一回これにしよう。うん、ちょっとおかしいやっぱり。あ、絶対これだわ。これちょっと上げすぎですね、ホイールインチ数ね。ブレーキディスクじゃない、ごめんなさい。リムですね。これでサイズ変更して、おそらくこれです。多分これが正解だと思います。あ、絶対これだ、絶対これ、正解正解、これですね。ではフロントホイールの早速色から変えていきたいと思います。リムの変更でタイヤなんですけども、ここで、メタルみたいな黒色があるはずなんですよ。てかもうほとんど黒でいいんじゃないかと思うぐらいですよね。うん、もうそうしようか。もうややこしいからね、黒にするわ。すべてのリムに適用します。で、メインカラーの次のサブカラーもこれも黒にすることで結構引き締まって見えるんじゃないかなと思いますね。はい、いいんじゃないですか、これ非常にかっこいいじゃないですか。で、リアの方もこれブレンボのホイールじゃない、キャリパーなので大丈夫なんですが、ちなみにこれタイヤを変えるとなるとどういうタイヤがありますか、これ。あ、特になんか問題ないような感じですね、変えなくてもね。はい、ではタイヤは変えません。これで足回りは OK ですね。あ、いい感じに決まってきたやん、かっこいいかっこいい。うん、ちなみにこれでボディ、ヘッドライトの次にここです、ボンネット。これを統一させるとどうなる。あー、かっこいいね、意外とね。でも俺これ好きなんだけど、あ、これじゃない、これ好きなんですけどね、私これ意外とね、横からのラインで全部こうやって黒にするよりかはね、すごいかっこいいなと思うんですけど、意外とこれもかっこいいね。あー、なるほどね。もう完全にバリスでいきますか、これ。ほんと、あー、かっこいいかっこいい。でもだいぶ軽量化してるよ、これいい感じやで。さあ問題は色ですよ。色ほんとね、僕白にしようかなと思ってんすよ、今回は。うん、で結構台数は白少ないと思いますんで、これを白にするとなんかおかしいな。なんかおかしくない、色なんかおかしくないか、これ。え、なんかすごい違和感があるんだけど。いや、ちょっと待って、これ違和感ありありやわ。ちょっとおかしい感じするもん、なんか。なんで。なんで、え、なんでこれ、おかしすぎやろ。黒やったらかっこいい。いや、ごめんなさい、やっぱり変更せずに終了するわ。この色でいくわ。なんかめちゃくちゃ変な色になったな、今。なんで、青色はどう、青色。あ、そうか、多分ここでグロスじゃないわ、ここが変わってるのか、ノンメタリック。あ、でもそうでもないね。まあいいわ、でももうあの変更前で終了しても赤色、うん、この三菱カラーで、イメージカラーでいきますよ、これ。恐ろしいわ、あんな、びっくりしたわ、あんなの。マジでびっくりやで、あんなに似合わん白ないわ。うん、ちょっと焦ったね。はい、ということで、あとアンダーネオンとかちょっとチェックするだけでね、これで十分だと思います。レッドアンダーネオン、うん、まああえてレッドなんですけど、ここはもう赤々しくしなくてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、てかアンダーネオンいるって感じだけど、そもそも。うん、まああえてこれとかでもいいけどね、なんか。まあでも一応やっときますか、ファイアワークとかなんかこの辺やっときますか。はい、まあまあお金はあるんでやっときましょう。エアサスは先ほど買いましたもんね、これは大丈夫ですね。はい、クラクションは特にいじらなくてもいいということになりました。では最後にエキゾーストいきましょう。はい、エキゾーストサウンドになります。あ、こっちですね。うん、この重厚感がある方がいいです。次にトーンいきます。これは完全に純正品ですね。はい、これが私一番いいです。はい、では変更保存しましょう。それでは最後にヘッドライトですね。ヘッドライトを見て、ここですね、ヘッドライトを見て最後にちょっとチェックしましょうよ、どうせだったらね。これでしょ、もうこれに変えるしかないわ。もう完全にバリスでいきましょう。はい、もうフルコンプリート感になりました。もう無難にカスタムしてしまって申し訳ないです、本当。でもやっぱ一番かっこいい、これが。はい、
いいね、すごい似合ってるわ、これ。かっこいいですね。タイヤだけね、ファイナルエディションをちょっと意識して作りましたけども、ウイングどうする？これウイング、最後ウイング、これちょっとやってみるか、最後。どうせ買ってあれですしね。はい。サウンドシステムも入れてないな。これで自分がちょっと気に入ってるやつ入れてみてもいいかもしれんね。これちょっと入れてみよう。はい。一旦買ってみます。で、最後にサウンドシステム、未だによくわかってないですけど、このサウンドシステムね、これも入れておきましょう。さあ、完成いたしました。サクビクトリアのバリス、完全バリスコンプリートカー、フルコンプリートカーのランエボでございます。それではしばしご覧ください。これさ、よく考えたらファイナルエディションってルーフ黒だったよね。確か。ルーフ、屋根のところ。確か黒だったと思いますが、まあ、最後にルーフがいじれるかどうかっていうのはちょっと見てみてもいいかもしれないですね。はい、こんな感じです。リアがすごいかっこいいですね。で、やっぱりこの純正色、純正カラーがやっぱりかっこいいですね。はい。いいやん。最近この赤色、この最近白以外の車結構選んでますからね。なんか意外とね、予想外でしょ？結構ね、選んでますよ、実は。はい。僕もいろいろと考えてるんですよ。考えに考え抜いていろいろ頑張ってね、カスタムしてるんですよ。はい。では、一旦これでちょっと街中走ってですね、自慢しまくりましょう。いやいや、ルーフあるやん、やっぱりルーフ。これあるわ。あるけど、なんか、おかしいことになるわ。何これ。これはいらんわ、これちょっと。これはいりませんって。さあ、やってきましたよ。どうだ？ランデブーするか？おお、何が起きたん？ちょっと君、何やってたん？今ちょっとどこ行ったん？大丈夫？大丈夫？何ぶつかってんの？大丈夫？大丈夫？大丈夫かな？ 大丈夫かな？はい。では、誰ともランデブーしませんでしたが、かっこいいやん。これヘッドライトとか、おい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 、大丈夫かって心配してやったのに、おい、てめえ、この野郎。まあいいわ。はい。ちょっと待って、いきなり傷もんになった？おい、ちょっと勘弁してくれ。大丈夫かな？大丈夫だな。まあいいか、どうせルーカスが直すし。はい、ではちょっと走り込んでみましょう。てか、本当は雨率高いですよね、ニードフォースピードヒートね。あ、でもウイング、まあまあ、これでいいんじゃないかな、スポイラーね。かっこいいと思いますよ、これ。はい。では、少し走り込んで、一周回って帰りましょう。で、またルーカスにね、自慢しましょう。うん、でも本当、フルコンプリートカーってやっぱりかっこいいですよね。これだったら普通に、ね、モーターショーとか、オートサロンとかに普通に出展してもいいレベルですよね、これね。これはできますよ、本当。これだけ完璧にカスタムすれば。ちなみにこれ、エボテンをここまでフルコンプリートしたらいくらぐらい行くんだろうね。多分1000万近く行くのかな、これだけやれば。まあ、それは行くか。行きますよね、それはね。いや、それはかっこいいですよ、これ本当。やっぱこのカラーで良かったですよ、本当。白色、ちょっとおかしくなりましたもんね。おかしいって、実際本当めっちゃかっこいいんでしょうけど、なんかこのニードフォースピードヒットの、色合いが少しおかしくなったんじゃないかなと思う。多分自分のせいかもしれないけど。はい。いやー、非常にいい。気に入った。はい。こうやってどん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 車は増えていくんですけど、コースは一向に増えない。ストーリーも一向に増えない。どうなってるんですか、ニードフォースピードヒートさん。もうちょっと頑張ってください。ザ・クルー2さんでさえ、あんなに頑張ってんですよ。お願いしますよ、ニードフォースピードヒートさん。楽しみましょう、ほんとね。はい。では、これで終わりになります。ありがとうございます。いや、いいやん。かっこいい、かっこいい。これでオフロード走りたい、ほんと。ザ・リーグと楽しくやってるか？もうザ・リーグ解散してんじゃね、ほんと。はい。ということで、こんな感じで、まあ、終わりましたよということでね、非常にかっこよく終わりました。パフォーマンスは全然いじってません。とにかく車を台数どん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 増やしています、今ね。今後もしかすると本当にアップデートがあるかもしれませんので、その時のためにしっかりと準備をしている最中であります。はい。ではですね、本当に綺麗に仕上がりました。本当にね、自分自身でもすごいかっこいいなと思います。まあ、もうちょっとね、リアフェンダーとフロントフェンダーが結構大きく張り出したので、車体自体ももうちょっと膨らんでほしいかなと思ったけど、まあそこは贅沢言わずにね、こんな感じでいきます。まあ、つけなくてもいいパーツはつけてない状態ですから、まあ非常に、まあ、シャープに仕上がったかなと思います。これフロントがすごいイケメンですね。かっこいいですね、これ本当。はい。ということで、またこんな感じでね、週に1回は車を買って必ずカスタムしていくという動画を作っていこうと思いますので、どうぞ皆様、今後ともよろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。